日本大阪府大阪市この花区かすがで中。かすがで中は大阪府大阪市この花区にある町名。現行行政地名は、かすがで中1丁目から、かすがで中3丁目。この花区の東部に位置し、東に倍行、西に島や、南に、かすがで南、北に、かすがで北と接している。この一帯は、江戸時代に雑貨や七米によって開発され、 春日出神殿と呼ばれた地域である。春日出の地名は雑賀屋七兵衛が春日大臣を信仰していたことにちなむものである。現行行政地名の春日出中は1975年の住居表示実施とともに設置された。この一帯は古くは四貫島の浦と呼ばれる吉原であったが、江戸時代の元六十一年、大阪の雑賀屋七兵衛によって5年がかりで、 開拓された。元六十五年に、春日出神殿と名付けられた。伝承によれば、新田開発当初に一頭の鹿が踊り出て、人々に殺される出来事があり、これを嘆いた七兵衛がその亡骸を手厚く葬り、春日明神を祀った。春日大臣の使いとされる鹿が出たことから、春日出と称したという。なお、この春日神社は、明治時代に、朝日神明社に合祀され、 朝日新名社は変遷を経て当地に鎮座する。春日ガ神殿は何度かの拡張が行われたが、桜堤を築いて浸水を防いだ。桜堤はその後工作地になったが、清宮スゴロウによって津波などに備えて再度築堤された。明治19年に建立された桜堤の記念碑が3丁目にある。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。